丸吉港は、江戸時代後期から、明治時代に、現在の埼玉県新座市周辺で流星した富士港の一校舎、浅見吉右衛門を構想とする。この地区に残る、丸吉大港の牧によれば、天保2年、新座軍編三村在住の浅見吉右衛門が、富士登山33度の対岸を成就しようと、甲州鶴軍下暮地村に宿泊していたところ、名主と神主が来て、 自分たちの村内に、雲霧の晴れることもなくか優度すら登らない山、峠という山があるが、富士戦奪の力で三峠を開いてほしいと、懇願された。これを引き受けた吉右衛門は、まず、富士山に参拝し33度登山の対岸上就した、あと、広道甲州と分かれて下暮れち村なる支度に一泊、する。同年7月6日朝、吉右衛門は一人でこの峠に登ると、 そこにあった石尊大御ンはじめ二柱を祀った小宮にこもり十一日間解散祈願の教文を唱え続けた。七月二十七日朝、それまで暗くよどんでいた雲霧りがきれいに晴れ渡り、下山した吉右衛門を迎えて村人は今日岸解散を祝ったという。この後、浅見吉右衛門は片山村に帰り神儀から浅見山と守るの簡易称号を授かった。 この、片山の先達の霊力の不思議は近在に知れ渡り、病気や災難を逃れるための祈祷に回ったことで、行く先々に、丸吉公社が生まれた。2年後の天保4年には、入間多摩マ、豊島新座ニ4群に加入個数4000件を数えたという。富士登山口である、山梨県富士吉田市には、かつて多くの御子が存在し、社寺と富士公信者の間に立って、 宿泊提供などの世話や富士山及び、格行の徳、信仰の指導とともに、富士校を広める普及者の役割を担った。新座市編や屋敷市、宗岡の丸吉港は美写門や佐藤や、新座市中野の丸吉港は縄文史家において、宿泊などの記録がそれぞれ残されている。和光市、浅久坊浅間神社境内の日、浅見吉右衛門は、 富士登山33度の対岸上就を果たしたことを記念に、天保2年に県に座市道場の宝大寺境内に片山富士を築いた。ここには4種の和歌を刻んだ記念碑が立っているが、その基部には23町村の先達と世話人58名の氏名が掘られており、当時のマ吉ヨがかなりの広がりを持っていたことがわかる。明治維新の神仏分離の混乱の中でも、 丸吉港は活発に行動しており、それは周辺各地に残る丸吉港社築造の藤塚、あるいは丸吉港が築造支援した他港の藤塚で伺える。現在、確認されている丸吉港築造並びに支援の藤塚は下記の通りである。明治の新東国境家の中で丸吉港とその枝港は旧来の港を継承した藤人山港社に加入した。 片山の丸吉公の先達並木定衛門は、富士人山校舎から大先達、たるべきごとという官境員の押された証書を得ている。その後も、この並木へは、大々熱心な先達を務め、終戦まで富士山への第三を行った。中野の丸吉公は、昭和43年7月に先達、江ノ木広志ら総勢62人による、大々神楽奉納能の額が縄文かに、 残されているが、これを最後に今は登山も耐えているという。四季四季島神社の丸吉港は、富士大大港、不装協会四役者と名称を変えていったが、昭和16年の三人の第三をもって、終了とされている。ありがとうございます。